ロストスフィアは2017年10月12日にスクウェアエニックスより発売されたゲームソフト。プレイステーション4ニンテンドース o s w PC のマルチプラットフォームで展開され、PS4 Switch 版は2017年10月12日に発売、Steam 版は2018年1月24日より配信。プロジェクトセツナの第二作となる本作は記憶を操作して、 世界を改変できる力を持った少年が仲間たちと共に世界を旅する様子を描いたファンタジー RPG である。本作は記憶によって構成された世界を舞台としているため様々な文明を合わせたような地域が多数登場する。本作は生贄と雪の刹那同様アクティブタイムバトルシステムバージョン2.0を採用しているほかキャラクターの行動開始に合わせて ボタンを入力して追加効果を得る切なシステムや基礎と呼ばれるメカニックに登場するシステムを新たに採用している。この世界は記憶によって構成されており、記憶が消えれば存在も共に消えて、ロストと呼ばれ元に戻すことは不可能になるはずだった。その世界において記憶を操る能力を持つ少年カナタが現れる。そして世界では、 ロスト現象が発生し、記憶が失われたものが白い霧となって消えていった。彼方は帝国からの依頼を受け、仲間と共に旅立っていく。ありがとうございます。